海賊王の船に。ああ、副船長をやっていたシルバーズレイリーだ。よろしくな。副船長？教えなかったの、ハッちゃん。用があるのはコーティングだからな。あら、気づいてなかったの？その名前めちゃめちゃ知ってる。いろんな本に載ってる。確かに誰でも一度は聞く名だ。ゴールドロジャー、そういうルーキーが昔いたような、いなかったような。なんでそんな大物とタコが知り合いなんだ。ハチはな、20年以上前に私が海で遭難したところを助けてくれた。この人の命の恩人なのよ。まだ子供だったけどね。以来ハチが太陽の海賊団に入るまで仲良くしてた。頼むんだろ。しかしよ、ゴールドロジャーは22年前に処刑されたのに、副船長のあんたは打ち首にならなかったのか。一味は外部に捕まったんだ。捕まったのではない。ロジャーは自首したのだ。政府としては力の誇示のため、あいつを捕らえたかのように公表したかもしれんがな。海賊王が自首？なんで？我々の旅に限界が見えたからだ。あの公開処刑の日から4年ほど前か、ロジャーは不治の病にかかった。誰も治せない手の打ちようのない病に、さすがのロジャーも苦しんだが、当時海で一番評判の高かった灯台森でもある医師、双子岬のクロッカスという男だけがその苦しみを和らげる腕を持っていた。え、我々は彼に頼み込み、最後の航海に戦意として付き添ってもらい、ついにその3年後、ロジャーの命を取り留めつつ、不可能と言われたグランドライン制覇を成し遂げたのだ。え、海を制覇した後？そこからだ。ロジャーは世間から海賊王と呼ばれるようになった。何もずっと海賊王だったわけじゃない。死にゆく男に称号など何の意味もない。だがロジャーは喜んでいたな。何事も派手にやらかすことが大好きな男でね。宴もそう、戦いもそう、己の先のない未来にも一計を案じ、楽しんでいるようにも見えた。やがて船長命令により、ロジャー海賊団は人知れず解散し、全員バラバラに、一人また一人姿を消した。共に命を懸けた仲間たちは今やどこで何をしているかほとんどわからない。そして解散から1年が過ぎた頃、ロジャーは自首し逮捕され、あいつの生まれた町イーストブルーのローグタウンで公開処刑が発表された。あの日広場には今海で名を上げている海賊たちの若き日のそうそうたる顔ぶれが並んでいたと聞く。海賊王の処刑に世界が注目していた。私は行かなかったよ。あいつの言った最後の言葉はこうだ。俺は死なねえぜ、相棒。世界政府も海軍も驚いたろ。他の海賊たちへの見せしめのため行った公開処刑の場が、ロジャーの死に際のたった一言で大海賊時代の幕開けの式典へと一変したのだからな。俺の財宝か？欲しけりゃくれてやる。探せ！こ
この世の全てをそこに置いてきた。残り数秒わずかに灯った命の火を奴は世界へ広がる豪華に変えた。あの日ほど笑った夜はない。あの日ほど泣いた夜も、酒を飲んだ夜もない。我が船長ながら見事な人生だった。なんかすごい話聞いちゃったみたい。当事者から聞くとまた別の話みたい。じゃあまるでこの海賊時代は意図してロジャーが作ったみてえだな。そこはまだ答えかねる。ロジャーは死んだのだ。今の時代を作れるのは今を生きてる人間だけだよ。あの日広場でロジャーから何かを受け取った者たちが確かにいるとは思うがね。君のよく知るシャンクスもその一人だ。え、お母さん知ってんのか。イーストブルーならバギーという海賊も知らんか。バギー。あれらは二人ともうちの船で見習いをやっていた。シャンクスは海賊王の船にいたのか。ん、なんだ聞いとらんのか。10年ほど前か、この島でばったりあいつと会ってな。トレードマークの麦わら帽子と左腕がなくなってた。わけを聞くと嬉しそうに君のことを話すんだ。レイリーさん、俺は本当に驚いたよ。イーストブルーにロジャー船長と同じことを言うガキがいたんだ。船長のあの言葉。それ以来いつかモンキー・ディ・ルフィ、君に会いたいと思っていた。シャンクスが君に話していないことまで私がベラベラと喋るわけにはいかんのでな。とにかくここまでよくたどり着いた。新世界であいつは君を待ちわびているだろう。そっか、そっかな。俺も会いてえな。お、レイリーさん。ん？質問が。Dの意思って一体何？空島で見たポーネグリフに古代文字を使ってロジャーの名が刻まれていた。彼はなぜあの文字を操れたの？我ここにいたり、この文を最果てへと導く海賊ゴールディ・ロジャー。あなたたちは900年前に始まる空白の100年に世界に何が起きたのかを知ってるの？ああ、知っている。我々は歴史の全てを知った。だがお嬢さん、慌ててはいけない。君たちの船で一歩ずつ進みなさい。我々もまた、大原もまた少々急ぎすぎたのかもしれん。君たちに今ここで歴史の全てを私が話しても、今の君らには何もできやしない。ゆっくりと世界を見渡したその後に導き出す答えが我々と同じとも限らない。それでも聞きたいというならば、この世界の全てを今話そう。やめておくわ。旅を続ける。いずれ全てが見えてくる。君の故郷小原のことは気の毒だったな。だがロジャーはあの文字を解読できたわけじゃない。我々は海賊、天才クローバーや小原の学者の頭脳にかなうはずがない。あいつはな、万物の声を聞けた。それだけのこと。
なんだ、いいのかロビン、なんか今すげえチャンスを逃したんじゃねえのか。あのさ、俺も一個だけ聞きてんだけど、一つだけの代表ワンピースってのは本当に最高。どこにあるかなんて聞きたくねえ。宝があるかないかなんて聞きたくねえ。何もわかんねえけど、みんなそうやって命がけで海へ出てんだよ。ここでおっさんから何か教えてもらうなら俺は海賊をやめる。つまんねえ冒険なら俺は死ねえ。かま、わかった、わかってたんだけど口が勝手に今滑ったよ。お、俺だって聞きたくねえよ。うわ、そうだ、俺ワンピースについて知ったら死ぬ病だった。うわ、おっさん何も喋んじゃねえぞ。やれるか君に。グランドラインはまだまだ君らの想像をはるかにしのぐぞ。敵も強い。君にこの強固な海を支配できるか。支配なんかしねえよ。この海で一番自由なやつが海賊王だ。うん、そうか。やっぱり私モンキーちゃんのファンだわ。船は41番グローブだったか。私が勝手に行ってこよう。君らどうするね。島にはもう大将が来ているかもしれんが、ここにいても迷惑がかかるから、じゃあどっかでショッピングする。このパドライブか。お前追われてた身を隠すんだよアホめ。そうだな、俺たちが一緒にいたらそこに追っ手が来るかもしれねえ。スムーズに作業してもらうためには俺たちは町で逃げ回ってた方がいい。じゃあ適当にばらけて仕上がりの時間にそこへ集合でいいだろう。あ、計画的に集合とかてめえどの口が言うんだ。シャキ、あれがあったろ。ええ、一枚あるわよ。これってビブルカード。お、知っているなら話は早い。私も札付きの身なのでな。41番グローブからどこかへ移動して作業すると思う。コーティング作業には3日もらおう。え、3日もかかんのか。命を預かる作業だ。それが最速。それじゃあ3日間はサバイバルですね。よほほほ、怖い。3日後の夕刻と決めようか。私はその時何番グローブにいるかわからんが、ビブルカードの導き先でコーティングを済ませ君たちを待っている。魚人島への海中航海に備え必要なものを買っておくといいだろう。ルフィ人たち本当にありがとね。本当だよ。おい、俺のために大変なことになってごめんな。お前らには感謝しきりだ。魚人島や俺たちが案内するから安心しろ。3日間介護に気ぃつけろ。ハチ、安静にしとくんだぞ。3日後に会いましょう。見送りに行くわね。またな、おばはん。相手は大将だ。誰か死なねえようにしねえとな。天気でもねえこと言うなよ、てめえ。3日か。じゃあ行くか、遊園地。おい。